日本の情緒に合う、調和、とは、キリスト教では教義の否定に他ならない。つまり、ひつき信心の、大調和を望むのは、悪魔の方であるということを前道まで考察しました。教義を持たない日本人が、予言の書を読んでも、逆に誘導される一方です。それどころか、弥勒の前と後が同じ日本であるかすらわからない。かくて、軒を貸して、母屋を取られる状態になりかねない。前道馬の通り、元いに据えるべきは、信仰ではないでしょうか。その上位変換系が、実は、チップ、なのかもしれません。ひつき神事は、石屋の陰謀への警告を、鳴らしてはいます。が、それが下ろされた方法が、西洋の高齢界の方法である、自動筆記である、というのも、引っかかります。高齢界の方は、石屋の方が、よくやっていたとか、いないとか、あまり、予言に身を任せるのも、考えものです。ひつき神事は、予定、と捉えれば、腑に落ちます。まして国を立て直すのなら、その元いは信仰しかないでしょう。前道馬の通り、共通の価値観が根底にあってこそ、民を、導けるのです。特に、この、終わりの時代にあっては、神道を補う形での、神仏集合が、個人的にはいいと思います。そして、それに合わせて必要なもの、それが、その暦でしょう。人の営みに合致する暦を持つことは、天と地とのつながりを肌で感じさせてくれます。日本は明治以降、あまりに簡単にそれを投げてしまいました。近年、人が病気になりやすいのも、そのつながりをなくしてしまったからではないでしょうか。長い間の観測のもとにできた暦、外に出て、星空を眺めれば、それを追体験できます。幸い、月齢カレンダーと、駅のカレンダーは100円ショップで購入可能です。年末も近い今、それを購入して新しい年を迎えるのも悪くないと思います。これはウプ主の観察なのですが、土に触れないで育った人は、農家の感覚は身につかないように思います。たとえ農家に転身したとしてもです。逆にウプ主のような農家育ちは、いつまで経っても田舎者なのかもしれませんが、天と地を肌で感じなければ、復興は無理でしょう。また、最近では旧字体を使う人を見かけますが、外来語を日本語の体系に置き換える努力をする必要もあると思います。これもいずれ、大西側が言語のクレオール化を推進しそうですね。バベルの塔、というところでしょう。来年はさらに難しい年になるでしょう。お互い知恵を出し合って、励まし合いながら、この難局を乗り切りましょう。